どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレドモフガズでございます。本日お知らせ、さっきですね、スマホを見ていたらですね、ガズレレ YouTube チャンネル社チャンネル社じゃないガズレレ YouTube チャンネルの登録者様がなんと15万名様突破でした。ありがとうございます。15万名様です。すごい数字ですね。でもそれだけの方がガズレレ YouTube を見て、ああ私もウクレレやってみたいな、私もできるかなという感じでスタートさせて、いただけたと思うとですね、私はすごく嬉しいです。で今ね、皆さんご存知のように都会部ではですね、緊急事態宣言みたいなこうまん延防止とかいろいろそういうちょっとね制限がちょっとかかっている状況でございましてですね、で一見ね、ああなんかガフッとこう気分が下がるようなこともちょっとあると思いますけど、まあ逆転の発想でですね、その時間を使ってまたウクレレどんどん楽しんでいただければと思います。そしてまだこのねウクレレをねこう自分で音楽ウクレレで簡単にやって面白いみたいなこの感覚をねご存じない方にもですね、ぜひ皆さんこのガズレレ YouTube っつうのがあって、これ見てるだけであっつまに弾けますよという感じでね教えていただいて、次会う時にはまたみんなでセッションできるように今のうちに練習して音楽を始めようみたいな感じで、お伝えしていただけるとね、まあまた嬉しいかなと。そしたら笑顔が増えるわけですから、いい世の中になるんじゃないかなというふうに思います。まあどうせだったらこう発想の転換で、有効に時間を使っていくということで、まあ YouTube ですからね、いつでもどこでもまあ無料でお楽しみいただける、ことで、もう私ももう1000、もうそろそろ1600ぐらい課題曲、テーマ曲ね、ガズレレ YouTube も上がってると思いますんで、まあ、きっと皆さんの好きな曲ね、取り上げてると思います。ぜひガズレレスペース曲名とかで検索していただいてですね、自分が好きな曲思い出の曲とかねやると本当にこうエネルギーもなるし免疫力にもアップにつながりますからね、もうコロちゃんもう吹っ飛ばせみたいな感じで、音楽をそういうふうにいい感じでね生活の中に入れてくださるのがいいかなと思いました。はい、今日はですね、15万人のお知らせだったんですけど、ちょっと皆さんここで1個お知らせ、せっかくなんでゴールデンウィーク YouTube で生配信しようかと思います。 YouTube の生配信どなたでも参加できるやつですね。一応予定としてはですね5月3日を考えてます。5月3日の14時から90分ぐらいやろうと思います。そこで皆さんワンワン参加していただいて、まあいろんな、演奏したり、そのチャットを見ながらいろんな質問に答えたりとか、もう全世界中の方とその同じ楽しい時間ゴールデンウィーク過ごせたらなというふうに思い、またこのことね詳細またご案内しますのでお楽しみにお待ちください。今日は15万人の登録者になったよという嬉しいお知らせを皆さんとシェアしますというお知らせでございました。はい、それでは皆さん楽しく音楽やっていこう。今日は見てくださってありがとうございました。それではごきげんよう、さようなら。